こんにちは、早見ひろです。先ほどですね、こちらのセブンズギャラリーで開催されている木村直さんの個展の方に、お伺いさせていただいて、木村さんの T3 スチューデンプロジェクト2021のグランプリ作品についてお話をお伺いさせていただいたんですけど、そちらはですね、じっくりまた別の動画で、見ていただければと思うんですが、受賞にあたり副賞として、獲得された、マイクロソフトサーフェスラプトップスタジオというデバイスがありますので、ぜひね、前回インタビューの時にも、これからいろいろ使ってみたいということを言われてたと思うんですが、実際使ってみてどうだったのかみたいなところも、お話をお伺いしたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。使われてみていかがでしたか？やっぱ家に持って帰って、まずパソコンがあるっていう喜びに浸ったあたりは早速使ってみたんですけれど、やっぱ動画がものすごく綺麗ですね。びっくりしました。これは自分の作品もそうですし、ちょっと映画とか見てもそうなんですけど、こんな綺麗だったんだっていうことが結構あって、それはだいぶびっくりしましたね。逆にちょっと自分の写真ブレてるなぐらいのことまで分かっちゃって笑っちゃうなみたいな、とにかく美しいし、であと音がすごいいいですね。やっぱり、いいなっていう。あとやっぱこの使いやすさですね。ちょっと曲げて、手元に置いたりとか、もうこれ平べったくできるし、すごくやっぱこの機能性っていうのが、ものすごくいいですね。僕このモードが一番好きです。ちょうど僕お家今机があって椅子がないんで、そのまま座ってあぐらかいて座ってやってるんで、その時に非常に何ですかね、お膝っていうんですか、お膝元にパソコンが来てるのは、そういう使い方してるんだね。はい、やりやすいです。で、タッチができるので、そこも余計いいですね。なんかね、本当このステージモードってそういう意味で本当に映像を見たりとかするのすごく良くて、面白いなと思ったのは、割とさ、このノート PC モードの時っていうのはマウスだったりとかペンだったりとか、あるいはキーボードを使って動かすと思うんですけど、ステージモードにしてるときはこうタッチで、ね、こう自然と動くようにこうなってて、その辺すごいいいなって思って、いや本当にこれが僕こんな初めてだったんで、こんな風にできるのか、あとなんかやっぱり楽しいって感じしますね、やっていて、便利っていうのはありがたいです。本当によかったです。実際にちょっとそのフォトショップとか入れてみてっていう感じだとどうですか、使い勝手とか。そうですね、ちょっとじゃあ今、やってみましょうか。この早いですね、この一つ一つの動作が簡単にこう調整ができるんですごい使いやすいです。あと僕はフィルムで撮影してるんで、結構スポット修正ツールをやたら使うんですけれど、そういうちっちゃい作業もこのタッチですぐできるんで、ありがたいですね。ちょっとこれ多分画面だとわからないんですけど、結構大事な作業でフィルムのほこり取りはいいですね。あとカラーバランスもやっぱりフィルムなんで結構いじるので、展示している写真はもちろん手焼きなんですけれど、やっぱりインターネットサイトとかホームページに出すときにすごく色って大事なので、今回こうやっていただけたことによってものすごくやりやすくなりましたね。そうですね、やっぱり色の、こんなに違うちょっとこっちの方がいいですね。はい、ありがとうございます。ということでですね、受賞者の木村直さんに今日お話をお伺いしたんですけれども、改めて、今後ですね、どんなふうに作品を作っていきたいかであったりとか、機材っていうものは、作品制作における一つの道具だと思うんですけれども、なんか今後作品プロセスの中でどう生かしていきたいみたいなところが、学校の生活の中も含めてですけど、あればコメントいただけたらと思います。はい、そうですね、やっぱまず公表の時に画面で見せるってこともあるので、そういった時に結構使いやすくなるなっていうのと、あと今ちょっとまた映像作品で東京都にある多摩全生園ってまたハンセン病療養所なんですけど、そこをちょっと映像で撮ろうと思っているので、その時のもう編集とかにガンガン使う感じになるのかなっていうので、思ってます。はい、分かりました。ありがとうございます。今後もね、木村さんの活躍を楽しみにしてますし、このアワードの受賞が、個展もそうだし、そのデバイスもそうだし、何か木村さんの次の、作品制作の、一助になれば本当に嬉しく思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。